僕は政治的な意味で橋本さんってのは不思議な人間やねんなと。皆さん知ってらっしゃるか知らないか知りませんが、大阪国独立構想ってのがあるんです。変な言葉やね、大阪国国独立構想、大阪だけ独立しようじゃないかと。こんなもんできるかい。そうですか。大阪の人口884万風ですよ、884万。デンマークはもっと少ない、スウェーデンはもっと少ない。だから日本がいや大阪が独立国家作りますと言っても人口的には十分です。アメリカはそんな認めませんよというかも分かりませんが、例えば関空をもっと大きく広げますから、沖縄の普天間のところからの飛行機をどうぞ関空を使ってください。いっぺんにアメリカを認めますよ。ほなアメリカが大阪国家を認めたら、中国は俺も認めろ俺も認めろってことになるわね。だからできないことはない。実はそういう動きがある。実現するかどうか知りませんで。だからあるところはもっと具体的に言うと奈良や京都あたりは俺らも一緒に同調したい。何でも東京行って伺いたいてよろしいでしょうか、これでいかがでございましょう、言うにかがでしょう。だから橋本さんがこの前行って大阪都構想って言ったんですが、それはあくまで建前の話や。民主党や自民党や公明党が本当の意味では反対するの分かってんねん。だけどもあなた方が結局ダメやったやないかということの行動で、次の衆議院選挙で大阪維新の会は自分たちの子を立てる、まあ、日本が揺れるわけです。新潟もいろんなところも独立したいなと、自分らで自分らの計画でやってみたいなという人たちが続々と日本におる。皆さんお気づきじゃないでしょうけども、そういう動きが始まってんだよ。実現するかしないか別だよ。日本大阪国家を作りますって一番反対するのは何だ、日本国家ですよ。そうですよ。というかアメリカや中国やそういう国々が認めたら、認めざるを得ないじゃない。そういう動きがある。橋本さんみんな知ってる。そして旗を上げたんです。興味ある話ですね。大阪というところは特別な国ですよ。国というか地域としてはみんなおもろいでしょ。あの橋本さんあれだけ差別民やないか、どうやないか、みんなうわーって言って、もうマスコミがガン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 やったね。特に新潮社、日本のね3つのね出版社の元締めは3つあるやん。一つは文藝春秋、一つは今言った新潮社、新しい牛をね、そしてもう一つは講談社。その真ん中の新潮社がもうあれはどうやとか言って週刊誌でガンガンやったでしょ。ほんだら橋本さんは結構毛だらけ、猫吐いだらけって。ドア結構じゃないですか、うちの親が人殺し結構じゃないですか、やりましょう。ほんだら大阪のやつはもっとおもろいんや。やれ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 、入れたんでちゃうもんやね。ほんだらマスコミは何言うても関係ないんですわ。この大阪というところはこれはね、ねえ、まあ、この前ちょっと福岡で話しとったんですが、あの列車並ぶでしょ、地下鉄来るとき、東京なんか行ってください、ずーっと並んどる。エスカレーターでもちゃんと左側にずーっと並んでるの。これどのようになってもあんねんと思うぐらいにラプシャって並んでるでしょ。大阪のやつで並んでるやつなんか誰もいないんじゃないの。地下鉄来てもみんなバラバラやん。それでいて電車来てパッと開いたらゾッと入るやん。これ不思議なことですよ。皆さん当たり前なんですが、そんな並ぶなんてそんなことやめといてくれよ、もう恥ずかしいなとかね。ほんで女の人がどっかもう降り遅れてもうわーっと乗った。ほんで女の人がキャー開けてください、お願いいたします、私そこで降りようとしてるんですけどと言うた。おい開けたりや開けたりや、おい開けたりやとかみんな言うでしょ。で女の人降ろしてあげたりね。もう一つ女の人がそこまで言っても誰も開けてくれなかったら言う言葉知ってる、女性方開けられやって言うんです。女の人がおもろなんじゃったらボケー言うたらみんなびっくりしちゃって、あどうぞどうぞって名前ね。もう大阪っていうところは何でもあり、みんな独立してますね。その意味でこの前東京の人が来て僕に、あー子供の漫才見たって言うんや。何や言うたら、その近くの子供が、大阪の子供が2人ね、大阪でですよ、2人の子供がここはあの話してる普通の話、それ漫才やと思うよって掛け合い漫才やと思ったよ。だからインタビューを受けてどう思いますか今後の何々言って聞くやんか。インタビューを受けてるやつ、おっさんとかおばはんの言う答え面白いでしょ。東京のやつあんなインタビューを受けてるの見てもね、答え分かってんのや。
うん、そうですね、予算案のことを考えなければ、お前評論家かって言いたくなるわね。大阪のやつは困るやんな、はい、なんとかやっとるわけまへんねほんまにもうとかね、もうなもんそういう中やから、どうやってもなもん未開放でもええやないか、通したらええ通したらええってなもんや。吹田ってとこあるでしょ、吹田大阪市じゃないわなと来たやんか、ね、北の吹田ってとこあるやんか。でこの前の11月の27日の選挙の時にはな、それぞれ大阪の人だったらみんな選挙区行ってしたでしょ。で吹田行ったら大阪府の知事の選挙せなあかんやな。そこへ大阪府の知事さんの選挙やのに、吹田の人がそこ行って、あれ橋本さんに投票できへんのかいな、橋本さんに投票できへんの、どうなってんのここは、お前アホちゃうかと。おもろいとこや、もうめちゃくちゃおもろいとこや。皆さん健康で頑張ってください最後にもう少しだけ言ってほんまに終わりましょうね今3ページの上を見てもらってますね、8というところから。しかし我がしもべイスラエルよ、私の子孫選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、私は地の果てから、中東から見て日本は地の果てです、地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った、あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたを共にいる、2000年以上。驚いてはならない、私はあなたの神である、2850年前。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。身をあなたに向かって怒る者は皆恥じて慌てふためき、あなたと争う者は滅びて醜くする。だから日本も第三次世界大戦に引っ張り込まれますよ。だけど攻めるやつが滅びると言ってるわけですね。12、あなたはあなたと争う者を尋ねて見出さず、あなたと戦う者は全く消え失せる。あなたの神主なる私はあなたの身の手を取ってあなたに言う、恐れてはならない、私はあなたを助ける。主は言われる、虫に等しいヤコブよ。古代ユダヤの直系の人は虫に等しいヤコブよと書いてある。分かってるよと神は。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない、私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。そして17、貧しい者と乏しい者とは水を求めても水がなく、その舌が乾いて焼けているとき、主なる私は彼らに答える。イスラエルの神なる私は彼らを捨てることはないです。私は裸の山に川を開き、谷の中に泉を出し、荒野を池となし、乾いた地を水の源とする。さっきここへ中東の地図書いて、アラビのこの辺がアシエリアと言ったでしょ。今は完全に砂漠や、よく言うように。そして2000メートルの標高のところです。ものすごい涼しいんです。だけど雨が降らない。だけどホトンベルトで地球がもし 23.5 の地軸の違いが、傾きがバッともし戻るならば、あるいは2012年12月以降においてゆっくりゆっくり元に戻っていくとするならば、北極は今のところではなくなります。